皆さんこんにちは、料理家の木島隆太です。今日はですね、私のバーベキュー必殺技レシピご紹介します。スペアリブ、テンション上がるやつよ。でもスペアリブを生肉からバーベキューで焼こうとするとなかなか火が通らなくて生焼けだったり超焦げちゃったりすると思うんですよ。そこをですね、今日は茹でて持っていくスペアリブ、あとは現地で焼くだけ。今日最後にちゃんと炭火で焼くところまで見せるから、ぜひ最後まで見てってください。ではまず材料、このスペアリブです。今日は 400g なんだけど、もう持っていく分何 g でもいいです。600でも1キロでも2キロでも好きなだけ用意してください。では早速下処理からいきます。 YouTube チャンネル木島ごはんでは、祖母から3代続くプロの料理研究家木島隆太がごく普通の食材でちょっと新しくて間違いなく美味しいレシピを紹介します。はい、スーパーでねこういう感じで売ってますよね。ハーフカットにされてるスペアリブです。はい、これね、このまま食べるとなかなかね、この骨離れが悪いやつなのよ、肉に。なので骨離れが良くなる技を1個見せます。何をするかっていうと、このここに骨ありますね、これね、骨の上に膜がついてると思うんです。これこの膜、この膜に切り目入れときます。ピッて切り目とか傷つけとく、こういう感じ。こうするとびっくりするよね、骨離れ良くなるから。こういう感じね、これ切りにできた、こういう感じ。はい、一箇所こう切り目入れとく。これを火にかけていきます。鍋の中にまずスペアリブ入れる。そしたらここに水を注ぐ、かぶるぐらい、はい、かぶるぐらいの水を入れたら火つけます。でまずは煮立たせます。さあスペアリブ沸騰してきた、沸騰してきたら浮いてきたアクをまずは取る。はい、アクを取ったらすぐごくごく弱火で15分ぐらい、まずはしっかり火を通していきます。ここで火が強いと肉の旨味が抜けちゃうので、なるべく弱火でね、じっくりじっくり火を通していくという感じです。お鍋の中見てください、もうしっかり火が通ってます。でこれをまず一回取り出す。で取り出す先はこういうね、耐熱のなんか容器、別にジップロックのコンテナでもいいんだけど、とにかくこう箱がいいです。耐熱の容器、箱がいいです。っていうのも、袋に入れるっていうやり方を前やってたら、このね骨で袋が破けてびちゃびちゃになってすごく不快な思いをしたので、こういう容器にね、骨にも強い容器にこうやって入れます。さあこんな感じで並びました。並んだら下味をまずつけていきます。下味、お砂糖、そしてお塩で、ここに今のゆで汁、これをかぶるぐらい入れます。かぶるがひたひたかな、これぐらいで OK。 はい、こんな感じで浸しておくと。でこのまま粗熱を取って冷やしていくうちに、どんどんこの肉に下味が染み込んでいく感じね。なのでバーベキューに行く、まあ半日前、遅くとも半日前、または前日、なんだったら前々日ぐらいにここまで仕込んでおくと、まああとは持ってって焼くだけだから、これ絶対やってみて。では続いてバーベキューソースを作っていきましょう。はい、これもね、もうだいたい家にあるようなものだけで今日は作ります。ケチャップ、砂糖、ウスターソース、おろしにんにく、タバスコ、以上。ではいきますよ。でこのねソースも持ち運びできるように、こういう保存容器に入れるとやりやすいです。まずお砂糖、はい、ケチャップ、にんにく、ウスターソース、でもうタバスコは好みの量入れてください。後で焼くので結構入れても美味しい。はい、で混ぜておきます。はい、こんな感じです。こうやってお肉はしっかり冷えたら冷蔵庫で、ソースの方も冷蔵庫入れておく。でバーベキュー当日それを持って出かけるという感じでございます。ではバーベキュー行きましょうか。レッツゴー、レッツゴートゥーバーベキュー。お疲れ様です。庭です。我が家の庭で今日はバーベキュー、いい感じですね、気持ちいいね。じゃあ早速焼いていきますか。まずですよ、これです。よいしょ、この、はい、昨日の夜仕込んどいたんですよ、こういうの。ほらいいでしょね、味もしっかり染みてると思います。でこれをこの直火でまずは炙っていく。いくよ、ほらいいじゃん。まずは肉を並べて、今もう完全に冷えちゃってるので
肉を温めつつ表面を少し炙ってるような感じ。もう中までさしっかり火通ってるわけだから温まって焼き色がつきゃいいのよ、ね、だからそれちょっと焦ってもしょうがないからルービーでも飲みながらね、いただきます。ああ、うめ、いいぞいいぞ、パチパチいってきた。あ、裏返してきた。ほらちょっとうっすら焼き色がさこんな感じでついてくるわけですよ。ほら日本のバーベキューの考え方って基本的にさあの薄切りの焼肉を焼く火じゃない。だからさそんなんであの生のスペアリブを焼こうとしたら大変ですよ。だからこうやって先に茹でてから持っていくと安心。結構これプライベートでもめっちゃ活躍してるもん。いろんなバーベキュー呼ばれた時にこれ仕込んで持っていくとさ結構そこそこヒーロー扱いしてもらえるっていう。で両面ちょっと焼き色ついてきたらタレを絡めて焼いていきます。タレこのもうこのままドボンとつけてこう絡めてで並べて焼いていく。いいでしょ。でさもう油がある程度抜けてるからそんなに煙も出ないのよ。この程度よ。普通にだって生のバラ肉焼いたらもっと煙すごいけど、だからほらベランピングとかさ今流行ってるんでしょ。ベランピング、ベランダでキャンプ風みたいな、そういうのでも使えるよねこれだったらね。裏返してこれ砂糖たっぷり入ってるからね焼いていくと砂糖が焦げてこういういい照りが出てくるわけですよ。こういう感じでほら美しい。これさ二度漬けした方がまあ、濃くなるけどちょっと濃すぎるかもしれないな。まあ好みです。二度漬けしたい方はして。こっちはテリテリでうまそうではあるよねこの感じ。さあいい感じでテリテリに仕上がってきましたよ。ちょっと一個食べてみようかな。もうこれいいね。ほらジュワッジュワです。ジュワジュワです。あらいただきます。うまい。これやばい。マジでうまい。油は抜けてんだけど肉しっとりよ。全然パサついてないの。でほら噛み切れるんだからちゃんと筋っぽさも感じないし、もう口の周りこう真っ赤にしながら食べていただきたいです。これ本当におすすめ。ぜひバーベキューやるときこれ仕込んでってヒーローになれるからぜひやってみてください。というわけでチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。リクエストあったらまた聞かせてください。ぜひぜひまた見てね。さよなら。これマジやばい。